ありがとうございます。もう何も言わん。はい、もう、はい、ね、ボスのエフェクターのね、歪みエフェクターの検証企画、もう今日かなり長い時間撮ってるんだけど、ついにあと2個となりましたね。今回ね、前回のパワースタックがね、結構難しい子だったっていうのをね、ちょっと知って結構ショックを受けたんだけど、これはなんだろう、新発見してほしいというか、みんなに、なんていうの、評価低かったんですよ、うん、今まで、うんうんうん、だけど俺はこいつがどういうエフェクターなのかっていうのをちょっとちゃんと見つけたというか、使い方を、うん、うんうん、やっぱさ、その ずっと言ってるけど、この歪みエフェクターって最近のは違うけど、昔からの歪みエフェクターっていうのはあくまでアンプの歪みのこうモディファイ、まあ、うん、アンプの歪みの元にしてるというか、アンプの歪みをどうにかこうエフェクターで表現しようってやってる、うんうん、あくまで真似って言っちゃあれだけどね、そうだ、どういう系統の歪みなのかっていうのを理解しておくと音作りがすごい分かりやすい、うん、ね、DS1 だったらマーシャル系とかさ、ね、こうパワースタックはマーシャル系で、うん、メタルゾーンだったらこう例えばディーゼルっぽいとかなんとかね、いろいろあるわけじゃん。その歪みの種類はやっぱ 何かしらのアンプを元にしてますよっていう、そこを理解しておくとこいつの評価結構上がるんじゃないかと思ってます。メガディストーションというわけで、今回ですね、2001年発売、まあ、まあまあ新しいのかな、まあ新しくはないよね、でもそのボスのベスロングセラー歪みの中では結構新しいね、うんうん、若い子なんですけど、メガディストーション、ね、こいつもね、なんていうの、俺たちがさ、こうバンド一緒にやってるくらいの当時にさ、こう出てて、扱いはね、正直メタルゾーンと同じでした。そう、ただ、うん、店員はおすすめする。ああ、おすすめ、メタルゾーンの方が割と、メタルゾーンは店員さんおすすめしてくるけど、メガディストーションは店員はそう、行ってこないね。行ってこない、うん、メガディストーションは、お客さんね、高校生やっつってね、こうメガディストーションいいよっていうふうに勧められたことはない。ないよね。ない。だから店員からも人気なくね、我々ギタリストからもなんかそんな特に評価が高くなく、これなんでかっつうとちょっと独特なんだよね、潰れた感じの歪みっていうかさ、ぐしゃーってしてる感じの歪みがあんまりこうすっきりした歪みとかが流行ってた時期だから、あんま受け入れられなかった、うん、っていうのがあって、あとね、使いづらいのよこれね。ディストーションとね、ゲインブーストっていうね、2つの歪み回路があって、ここをうまく組み合わせて使わないといい音が出ないよとかね、そうそうそう、そういうのがあって、あんま人気がなかったエフェクターの一つではあるけど、俺はちょっと調べたわけです、歴史を、うん、やっぱボスのエフェクターのすごいところって、当時その発売した当時流行ってた音楽とか、ね、みんなこういうの欲しいっしょって、そういうところにちゃんとフォーカスを当てた商品を出してるわけだ、ね、だから当時マーシャルのこうハイゲインの音がマーシャルでしか出せなかった、アンプ買わなきゃ出せなかった、だからエフェクターでも出せるようにしようっつって DS1 が出ました。そうそう、90年代ハードロック、メタルが流行ってた頃にこうメタルソン出しましたと、そうそう、いろいろちゃんとその時期を見計らってエフェクターを歪みを出してきてるなっていう印象なんだけど、じゃあこれが出た2001年何が流行ってたかっていうと、もう分かりやすく言うと、もう誰にでも分かるようにこうバンドで言うとリンキンパクト、まあなんかこうアメリカの、そうそうそう、ニューメタル的なジャンルの人たちとかが結構出してるサウンド、うん、あのジャンルがすごいグイッときてて、じゃあその人たちが使ってたアンプって何かっつうと、メサブギーなんですよ。メサブギーデュアルレクチファイアっていうね、伝説的なアンプがあって、でこれは俺の好きなこうポップパンクとかっていうジャンルの人たちもみんな使ってた、メサブギーデュアルレクチファイア。日本で対談するバンドの人もレクチを買って使ってた。当時高かったよね、35、6万とかしてて、うん、すげえ重いのね、うん、それこそ30キロくらいあって、それをさ、わざわざ持ってきてさ、やってる。ただめちゃめちゃいい音した。
うん、みんな当時はレクチサウンドに憧れてた、うん、のかなっていうね、そういう背景があって、まあ、そのムーブメントってのはもう2001年からこう結構2000年代後半くらいまでずっと続くんだけど、うんうん、そう、まあ俺らもその2000年代後半くらいからそういうのを知って、あ、いいなっていうさ感じで聞いてたんだけど、2001年発売っていうことでまさにそのサウンドを狙ってるわけ、わかる？予想する、予想する、そう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 、そう、ここに来てメガディストーションはレクチ系のサウンドなんじゃないかと。でもさ、この3つ、うん、まあ、いいポジションは見つけたけど、はい、ことごとく外してます、ね、万能機っていうね、うんうん、そうね、要するにマーシャルを意識したプリアンプとか、うん、そういうところではなかった。そうだね、そうだね。ちょっとボスさん、うん、ボスさんそこら辺さちょっとピーキーなんだよね、あの歪みをさ、うん、だからこいつはどうなんですか、どうなんですかって話なんだけど、でもさ今までのやつはさあれよ、期待値高かったじゃんめっちゃ。いや、まあまあまあね、あの伝説の名機なんだから絶対いい音するしとか、めっちゃ評価高いから絶対いい音するしみたいな。いやいや今回めちゃめちゃ期待値低いから、うん、誰からも人気がない。でもなぜかこう売れ続けている。うん。ね、廃盤になってないからね。そう、今でも売り続けてるこのメガディスプレイ、やっぱ秘密があると思います。そう。それで俺はこうこれでレクチサウンドを作るんだ、うん。作れるんだっていうのをちょっと証明して、メガディストーションの評価を爆上げした。はい。うん。メガディストーションめっちゃ売れるようになってほしい。そう願って俺今回レビューやっていきます。ちょっと気合い入ってます、よろしくお願いします。俺は別にってかいいね、いいよ、その期待値をひっくり返してやるよ、もう見てろよお前よし、やりましょう、やってみましょう、はい、なんだかんだこうマーシャルとジャズコ両方やっていこうと。だからマーシャルでメサブギーの音が出るのかって話ですよ、うん、まずは、まずは、うん、まずはやってみよう、やってみないと分かんない、うん、やってみないと。え、これはさ、もともとなんかもう家でなん か確認してきた、全くそんなやってないただあのネットでうまく使ってる人を見て、あのディストーションとゲインブーストのバランスが大事。あのディストーションの方を上げていくといわゆるメガディストーションっぽい歪みなの、うん、でゲインブーストを上げていくと比較的ナチュラルな歪みが上がっていくのね、うん、だそこの組み合わせをうまくやっていくとメガディストーションっていい音になるよっていう、うん、そういう触れ込みだったんで、まあ、ちょっとやってみましょうか。バランス良くない？うん、ちょっとジュクジュクっとはしてるけど嫌味じゃないよね。ただちょっと厚みがちょっと少ないね。ああなるほどなるほど、確かに確かに、わかるわかるわかる、ちょっと軽い軽い感じはするね。そんなあなたのために、はい、そんなあなたのためにあるのがこのボトムなノブなわけですよ。はい、はい、ちょっとボトムだけグイッと上げてみるか。
そう。これで急にさ、あのハイゲインアンプ感出たら、うん、で、今俺ちょっとなんかスーパーノバ弾きながらやってんだけどさ、そういうのじゃないよね、うん、ジャンル的に。っぽい音出てるよね。割と出てんじゃん。ね。しかも今フラットだからね。ね。そう。やっぱだからそのメサブギ風なさ、結構アンプってその真空管アンプって使ってるパワーアンプでかなり音色って違うのよ。実はあのプリアンプ、音色を作るプリアンプ部分じゃなくて音量を上げるパワーアンプ回路の真空管を何を使ってるかっていうのでかなり音が変わる、言われてて。そう、あのパワーアンプのパワー管っていう部分に真空管が使われてて、その真空管が何かね、マーシャルは EL34 ってのを使われてます、うん、ね。で、メサブギーっていうのは 6L6 っていうことが使われてる。結構アメリカのアンプは 6L6 が多いんだよね。そうね、イギリスのアンプ、マーシャルとかもしたけど、それは EL34 感が多くて、ね、そうそうそう、それがね、結構ね、キャラクターを左右するんだよね。アンプの歪みのキャラクターに結構密接に関わってて、なんだろうな、俺が思う 6L6 ってのはやっぱちょっと重厚な音っていうか、なんか密度が濃い感じで、 EL34 ってのはこうバランスはいいけど、なんかドンシャリなイメージもあるんだよね、うん、すごい広くレンジは出てるんだけど、うん、でもどっちかというとこうマーシャルっぽいサウンドのこうなんかちょっとドンシャリ風な感じはあって、そっちに言うと 6L6 はもうちょっと中域が濃いイメージがあって、でその中域が濃い 6L6 感風なところをメガディストーション結構俺狙って出してくれてんのかなっていう、うんうんうん、だから今マーシャルに繋いでるけどさ、結構ちょっとメサブギーっぽい歪み、少なくともマーシャルの歪みではないよ、ではない、ではないよね。そう、ほらではないほら、うん、どう？ちょっとここからディストーションとゲインブーストをいじってくる。ゲインブースト下げてディストーションだけ。6L6 感っぽいし、うん、あのメサブギっぽさを演出してる場所だと思うの、うんうん、で、なんだけど、まあ、ちょっとこれが歪みのニュアンスがちょっと好きじゃないというか、うんうんうん、マーシャルっぽい方がもっと好きだよっていう人に対しては、このゲインブースト、ちょっとクリアに上がる方を多分上げるといいんじゃないかな。ちょっとやってみますね。ディストーションむしろゼロで、ゲインブーストだけ上げてみます。比較的ナチュラルに歪むじゃん。そうだね。で、ディストーションはそう、なんかジュワジュワ感がすごい出るじゃん、うん、っていうことはディストーションは多分プリアンプ感の歪みだと、うん、
で、ゲインブーストはナチュラルにこう歪んでくれるから、パワー管のパワーアンプの歪みをシミュレートしてるんじゃないか、メサブギーの、うん、ね。つまりゲインブーストをめちゃめちゃ上げることでパワー管がフルアップした時の 6L6 管のサウンド、うん、そこにちょっとだけプリのディストーションを足してあげる。してディストーションちょっと足したくらいの方がバランスよくて使いやすくなってる気がした。うん、だからディストーションはあくまで色付けというかさ、うんうん、メインのこうなんか音圧の部分というか密度の濃いこう濃厚なこう音抜けのいい部分っていうのはゲインブーストがあるから、俺は結構ゲインブーストガンガンに上げちゃっていいと、うん、そうで、メサブギーっぽさを足したいんであればディストーション上げていく。確かにね、うん、俺結構バランスよくて好きだな。なんか昔デモムービーとかで見たのがなんかすごい微妙だったんだよね、音が。でメガディストーションちょっと勝手に毛嫌いしてたんだけど、まあでもなんかいいよね、このあのね、メガディストーションなんて名前だけどやっぱメタル寄りだよね、うん、うん、あのチューニング下げてズンズンズンっていう感じの方が気持ちいい音出ると思う。ちょっとトーンを上げていい？なメタルだね、うん、ちょっと古臭いメタルになった急に。トーンを上げない方がいいかな。ゾーンとかの方が割と受ける気がする。そうだね、どこかにメタル要素残した方が。そうだってきっとね、うん、きっとねこれからそう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  DS1 からそうちょっとさその系統に感じるよね。感じてしまうこの広告宣伝力の弱さ。うん、絶対黒の側で作った方がこれ良かったよね。絶対こっちでしょ。こっち系統だよ絶対。そう、うん、そう分かる。だからあメガディストーションちょっと DS1 よりもメガなのかな。そう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 。だから DS1 みたいなサウンドが好きな人がメガディストーションを買うとそれは期待外れですよ。違うよね。うん、あなんだこれ全然使えねえじゃんっつって売ると思う、うん、うん。でもメタルゾーンを使ってる人がもっとメタルな音、ちょっともうちょっと重厚な、うん、濃厚なメタルの音欲しいなっつって、だからこれ多分ねバッキング向きなの、うん、やっぱ2001年くらいに流行ってたニューメタルってのはさあんまりリードプレイないの、こうコードリフが多いからこうバッキング系の音がどんだけメサブギーデュアルレクチファイアのかっこいいバッキングの音が出せるかなみたいな、そういうとこでフォーカスしてるからあんまリード向きじゃない、うん、でもバッキングのディストーションとしては、うん、メタル系のディストーションとしてはめちゃめちゃいいと思う、うん、
そう、バッキングゾーンでもいいよ。なんか何言ってるかって感じだけどね。だってすごいあのボトムですごいロー上がるからさ、だからマーシャルにつなぐとすごいいいよね。悪くない、悪くないよね。ローの感じもちゃんとスタックアンプ感の、これエフェクターで出してる歪みじゃないなって思うくらい、いやすごいいいじゃんメガディストーション。ちょっとだから売り方だね本当に。売り方なのかな、だって DS1 とか DS2 とか、じゃあ次来ましたよメガディストーションみたいな色してるじゃん。その感じで買ったら不正解だわ、メタルゾーンの続きですよとか、メタルゾーンのなんかね兄弟ですよみたいなノリで黒い感じだったら全然メタルディストーションとして、俺全然使ってたな。いや俺大学の時にあのスリップノットとかさカバーしたから、スリップノットの時メガディストーションで全然いいわ、マジで。でこれをちょっとジャズコでもやってみようぜ。ジャズコでどこまでメサブキーになるの。なるほど、そうもうマーシャルでめっちゃメサブキーになったから。確かにね、ちょっとこれは楽しみ。よし、どんな音になるかちょっと期待だわ。マーシャルと同じセッティングでやってみます。はいはい、それと全く同じセッティングでは良くないと思う、ちょっといろいろいじってみる必要がある。なんでローランドでさ、ジャズコーでローランドでさ、ボスでこう、つまつまやんないといけないよね。ほんとそこあるね。そうだよね。な、本来ならオールフラットでいい音バーンで、そうそうそう、ね、いいはずなんだけど。ジャズコで食いついてくれるのよ割とね。あのね、面白い面白い、マジで。俺たちがこう生で聴いてる感じだと全然あの、例えばその前回か前々回くらいだったパワースタックの、パワースタックはすごいローを上げても音潰れちゃった、音が潰れちゃったのよ。あ、これはジャズコの限界なのかなと思ったんだけど、どうやらそうじゃない、メガディストーションでこのボトムを上げると全然そのローがしっかり上がって、スタックアンプ感、こうちゃんと箱鳴りしてるローの感じが出てくれるから、全然あり。そう、俺はちょっとトーンを上げることでよりメサブギーっぽく近づくかなと思って、ちょっとトーン上げ目にして。そうだね、ディストーションもちょっと上げてゲインブースト控えめにしたら比較的そのジャズコ臭さが消えた、
さっきのマーシャルと同じセッティングでやるとね、ちょっとジャズコ臭さが目立っちゃって、それをちょっとマイルドになったかなと思って。うん、うん、いいね、メガディストーション使えますわこれ。なんか別にあれだね、うん、これは1個持ってけば、うん、まあそういうジャンルにも対応できますよっていう意味では、そう、万能なのではないか。そう、メタル用のね、メタルバッキング用ディストーションとして、うん、かなり使い道があるっていうか、うんうん、ジャズコ使ってもマーシャル使っても、うん、いい音出ますよっていう。なんかこういう音って作ろうと思ってもさ、ねえ、めんどくさいじゃん。そうだね、こういうメサブギっぽいアンプっぽい音をわざわざ作ろうってのは難しい。だったらメサブギのアンシメを入れた方がいい。そう、リターンで刺した方がまだ近づくんじゃないのっていう、うん、ほら、レクチ系サウンドなんですよ、メガディストーション。なんか今までとはやっぱり違うね、うん、バランスいいよね、うん、そう、なんかもうボスの歪みが結構ヒット作いっぱい出して、うん、飽和してるわったわけ、うん、もう90年代後半って、うん、95年にブルース・ドライバーが出て、もう最終形なんじゃないかくらいの、うん、うんうんうん、だってそれまでだったらもうスーパーオーバードライブ SD-1 とか、まあ、メタルゾーンの DS-1 も出てるし、ね、で、ブルース・ドライバーが出て、もうこれ以上ボスの歪みって上はないんじゃないかみたいな、うん、そういうとこで新たなディストーションとして、新たな音、新たな価値観として出てきたのがメガディストーションだから、結構こいつはだすごいんだよね、ポテンシャルとして。他の歪みエフェクターでは作れない部分を出してくれるというか、うんうん、だちゃんとね、そのデュアルレクチファイアの音だって分かって、それを狙って音作りをするってのが、うん、多分このメガディストーションを使う一番のポイント。うん、うん、メサブギの音を知ってる人ならメガディストーションを使いこなせるんです。確かに、うん、だからやっぱね、やっぱそうなんだよ、これと思って買っちゃダメだよ。そう、 DS-1、 そう、ディストーション続きだと思って買わない方が絶対いいの。これのメガ版みたいなじゃないんで、ではない、ではないんですよ。あくまでこっちなんですよ、系統は。間違いなくメタルです、メタルディストーションです、ね、メガメタルディストーションです、うん、メガメタルバッキングディストーションですね、本当に。だからな、ふと、あ、結構激しめの、ディストーションに行って、ね、うんうん、ギター始めました、メタルゾーンも進んでられました、はいはいはい、で、メタルゾーンがちげえな、いろいろエフェクター試し、あ、でもメガディストーションとか、こういう感じなのか、え、これなんかなんじゃこれみたいにはなると思う。そうだね、うん、確かに確かに。なんか使い方がちょっと、うん、えみたいな、うん、ゲインブースターでディスト、あーどういうことよ。そうだよ、大事なことにはなる。そう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 、だちゃんと知識を持って挑まないといけないタイプのエフェクターだね。分かってればこれめちゃめちゃ使い勝手いい、うん、うん、そのある意味クロート向けなのかもしれないけど、いやーいいっすね、メカディストーション、うん、いいよ。かった、これはちょっと正解のエフェクターだ。俺これ多分残すよ手元に。うん、うん、普通に評価爆上がり。なんかこれこの回が何回目になるか分かんないけど、うん、メタルゾーンリターン雑誌も良かったけど、うんうんうん、まあまあ用途は違うけど、うんうん、こっちでいいんじゃん。ああ、なるほどねって思っちゃった。うん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 、確かに。まあちょっとまた音色の傾向は違うから。違うけど、そう、もうちょっとやっぱメタルゾーンはね、ドンシャリな感じが似合う。うん、で、こっちはミドルもしっかり出して、ちょっと重厚な音の壁っぽい感じが得意だから、そういう使い分けはありだけど、でもバランスの良さで言ったらメガディストーションは全然いいよ。うん、いやー、ちょっと、これ今日一番の収穫じゃない。まあそんなとこでね、うん、今日はちょっとすごい一番いい収穫があったんじゃないかってことでね。うん、いや、メガディストーション、いや、メガメタルディストーション、うん、メタル好きの人は、メタルで濃厚なバッキングを弾きたい人は、うん、
マストアイテムだと思います。絶対色はね、側は黒にしてほしい。そう、側は黒にしてほしいね。なんかさ、スーパードライオーバードライブとさ、ディストーションもなんかまた黒くなってさ、戻ってきたけどさ、いや、メガディストーションだろと思ったよな、もう。これを知ってると、メガディストーションの方が黒にふさわしいだろう。そうだね。いやー、よかった。よし、じゃあ次ね、次もラストだけど、一番時間かかるんだよ、多分。よし、じゃあありがとうございました。こんな感じでメガディストーション、めっちゃいいメタルディストーションでした。そんな感じで、じゃあまた次回もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。